ギラン中心部ギラン設置記念館ギラン連外用。ギラン氏は台湾ギラン県の県轄市、ギラン県政府の所在地である。ギラン氏はギラン県北部、乱用平原の中央に位置し、ギラン県政府の所在地である。東は草加小石里と西脇に山郷と、南は乱用系を隔てて五血橋と、北は小景橋と、それぞれ接している。ギラン氏は古くは、 台湾原住民タイラホ族クバラン族の居住地であった。記録での初見は1625年のスペイン、宣教師のハニントエスキバルが作成した東台湾地名一覧の中のキービンガーンという記録である。これはキラン平原に居住していたクバランであり、平地の住人を意味したと言われている。後に台湾語音による漢字でハマグリコナンと当てられた。中期には、 肝心の足跡が残されており、1632年にスペイン人がこの地のシュゲル社を勝負し、教会を建設し布教活動を行い、通称を開始した際に多くの肝心が協力していた。1642年、オランダ人がスペイン勢力を駆逐してハマグリコナン平原の支配を行った際にも布教活動と考え設備の整備を推進し、開墾を奨励していた。 本格的な開発としては1796年、コイ佐ゴが、福建省昌州と泉州、関東の人々を率いて、ギラン平原に入植した際に誕生した、五家コイが、現在のギラン市の始まりである。1812年、台湾府の下にメラン町を設置し行政統治を開始し、1876年には、ギラン県に昇格させ県地がこの地に設けられた。 1895年、日本による台湾統治が開始されると、ギラン県をギラン市長へ改変し、台北県の管轄とした。日本による51年間の統治期間の中で、ギラン市は、省変更を含めると重度にわたる行政改正が実施された。台北県ギラン市長とされたが、1897年の市長者廃止に伴い弁務所と改変され、 1902年には、ギラン町と改編された。1920年の台湾地方改正の際、ギラン地区は、ギラン、ラーズマ、ソウの三軍に分割され、台北州の管轄とされると同時に、総加い保送一及び三補金六欠がギランに、編入され、ギラン県軍ギラン街とされた。1940年、ギラン街と小景、小児欠の一部、一欠、ずラゴ。 関、総加古衣商総二、総造、総四、総七、七町及び陰山商鎮護万緑、四、九時を合併し、ギラン氏が成立し、現在の行政区域の基礎が築かれた。1919年、王子聖氏がギラン氏に進出、バガスを原料とする、製紙工場を建設した。戦後の1946年1月16日、 台北県政府が設置されると、ギラン、ラ・ーズマ、総三軍は台北県の管轄となり、1月末に台北州ギラン氏を県轄氏と改編、シュマサムネが初代市長に任命された。1947年2月28日、228事件が発生すると、3月3日午前10時にギラン劇場でギラン市民大会が開催され、 同日午後も228処理委員会議乱分解が成立5日上馬10時には議乱市民大会及び有志青年による青年大会が開催され汚職官管理粛清などの4点を決議政府に対し決議内容の履行を迫ったこれに対し政府は3月13日に国軍第21師団留英長及び憲兵21団集団長を派遣議乱氏に 治安出動を行った。これにより、議論委員委員長、各明書き、議論農林学校代理校長素養法等多くの市民が殺害された。1950年8月16日、行政院は第145次会議で各県市行政区域に調整を決定、10月10日に議論県が正式成立しか高えを初代県庁に任命した。 1976年7月1日、ギラン河北岩の院、山郷道楽村一イタリオン、隣を7、梅須里へ編入し、現在の行政区画が成立し、現在に至っている。戦後国民党政権の支配下では、開発が遅れ、伝統的に反国民党感情が強いところとされた。ギラン駅壁霞宮。ありがとうございます。